外国語を学ぶあなたにとって何らかのヒントになればいいなと思って、今日は私が感じる語学の本質についてまとめてみました。語学の本質は自分で自分を育てるセルフトレーニング。その時その時必要な表現を一つ一つ自分で使えるようにしていく。自分のボキャブラリーに一つ一つ言葉を付け加えていく。それを繰り返すことによって自分なりに理解できる世界が少しずつ少しずつ広がっていく。そして今までスルーしていた音がどんどん意味のある言葉として自分に入ってくるようになる。小さなことを積み重ねていくこと、淡々とコンスタントに繰り返しやること、学んでいる意識なく頻繁に触れ続けること、まるでそれは自分の中に小さな種を植え付けて、その種を大切に育てていくようなもの。コンスタントにエネルギーを注ぎ続けるからこそ、その種は育ち、自分に根付いていくのです。